最高裁の判断を書いているのは2ページですという意味で大変薄っぺらな判決です。自身の高等裁判所、東京高等裁判所がいろいろと内容について、事実関係を精査して、それに、ちゃんと物事の道理を当てはめて出した適正な判決に対して、何もその内容について答えずに、本当に抽象的な一般論で、裁量権があって、裁量権を超えたような違法はないと。大変不当な、情けない判決だと私は思っております。